はい、商談連のアランでございます。2点ばかりちょっと質問させていただきたいと思います。私は農業者支援 その制度というのは非常に必要だと思うんですね。ただですね、今までも何年にもわたって補助金を出してきたと思うんですよ。でそれがですね、本当にその農業者の支援、農業の日本農業の活性化に結びついているのかといったらそうではないですよね。もう疲弊の一途なわけですね。 ですから私はここはやはりそのきちんと見える形で、それだってもう国民の負担じゃないですか。でそれは本当に国民に納得のいく支援の仕方がやられるべきだというふうに思うんですね。その点でどのような政策を捉えるのか、私はやっぱりその税金というふうな形をきちんとその見える形にして、こういう農業者にこういうふうな支援の仕方をしますというふうなことをですね、きちんと政策化して、でそれ納得の上でですね、そういうふうな政策を推進するというのが何よりも大事だというふうにして思っています。と言いますのは、今何がどこにどうなってるのか分からなくて、でその農家の方たちにはですね、もう消費者は結構責められてるんですよ。消費者が高いものをね、買ってくれないから、安いものばっかり買うからね、でそれを俺たちはやっていけないんだっていうふうに言われてるわけです。でそんなことっておかしいじゃないですか。ですからやっぱりその辺は見える形で、本当に国民が納得のいく形で、ね、農業政、まあ、政策が立てられるというふうな形が必要かとして思っています。もう一点は食の安全についてです。やはりその非常に今消費者の間では、この食の安全をどう確保するのかというところは非常に大きなテーマですよ。でこの間いろんな問題が起こってますの でそれ今の状況だと、要するにその輸入品危険、国産安全というふうなですね、必ずしもそれは実態に裏付けのない認識で広がってるわけですね。でこの辺はやっぱり誤解を解かなければいけないと。で今はいいかもしれませんよ、国産の農家の方たちは、まあもう輸入品は危険だからね、国産品を買えっていうのはいいかもしれません、今はいいかもしれませんけども、こんなのが長く続くはずがないわけですね。ですからやはりその本当に科学的な安全にもそのなんか、そういうものに基づいたですね、農業政策っていうんですかね、農業推進がその取られるということが必要だと思っていますので、やっぱりその辺 そのリスクについての考え方ですとか、このリスク分析の仕組みの導入ですとか、まあギャップの推進ですとか、ハサップの推進ですとか、そういうふうなところをですね、ちゃんとその政策化してやはり国民に示す必要があるのではなかろうかとにして思っております。以上でございます。いいですか。国民全体に理解をしてもらうことが絶対必要だし、そのためには簡素で公平で継続性を持った所得政策が必要であるというふうに思っています。今の補助金行政はいずれもそれに反している。簡素でもない、公平でもない、しかも恒久性もない、所得保障政策という制度という仕組みそのものを導入する、しかもそれにほとんどのね、補助金の項目を流し込んでしまう。補助金項目で一切残らないとは言いませんが、原則全部所得保障政策、直接支払い制度に一本化する。これが簡素公平継続性のね、前提条件だと思ってます。そのことによって初めて農家自身も理解できるし、農業に直接関係してない消費者の皆さんの理解も求めることができる。EU の農業政策、所得保障政策、これは非常に金額が高いですが、しかし国民の理解を得られている。これは環境政策との関係、多面的機能との関係で得られている。それはやっぱりそういうふうなね、何百項目にも及ぶような、そんな補助金行政じゃないからですよ。それがまず第一に、前提条件ですけどね、中身の問題もあるんですが、前提条件としてそれが必要だというふうに思っています。それから食の安全は極めて重要な問題だし、自給率を高める上にも重要な問題だと思っています。で私たち今食の安全に関する法案も出していますが、そこでトレーサビリティの義務化、極めてベーシックな形、 EU がやっているトレーサビリティの程度でいいんですが、どこで誰が作って誰に売った、そういうトレーサビリティの義務化をする、ハサップ、ギャップも義務化をする、こういう法案を出しております。それに対して今まで農水省はね、もう業界の反対がありますから、業界に弱いですから農水省は、
そんなトレーサビリティとかハサップギャップの、義務化なんていうのはダメだと言ってたわけですよ、ずっと。でこの前自己前の問題が起こって、自己前の問題が起こったらようやく米に関してだけトレーサビリティを義務化を導入した。その前に、牛肉に関して、問題が起こったら牛肉に関してだけトレーサビリティを義務化した。そういう対症療法的なものをずっと繰り返してきてるからダメなの。もう原則全食品にトレーサビリティを義務化をしなければいけない。そして原料原産地の表示義務、これも米だけに農水省は今限定してるんですけども、全食品にやらなきゃいかないいうことを私たちは法案として出しております。それからもう一点はリスク管理機関が厚生労働省と農水省に2つに分かれている。縦割り行政の弊害ですよ。餃子問題なんか起こった時だって2つの省の安全部門が、食品安全部門が全然連絡調整もきちんとなされていない。こういう状態というのはこれ日本だけじゃないですかね。縦割り行政、やっぱり食の安全に関して行政の一元化をする。食品安全庁を設置して、そこに農水省の食品安全部門と厚生労働省の安全部門を統合して入れる。これも今法案として出しております。それからこれはあるいは あんまり賛成じゃないのかもしれませんが、リスク評価機関、今食品安全委員会がありますが、あそこは今まで自ら調査っていうのはもう 1% 程度なんですよ。ものすごい少ない。それで農水省とか厚生労働省から諮問を受けたら、それに対して答えるという、そういう限度で終わってる。やっぱりもっと積極的に、必要なものについてはね、自ら評価をして、リスク管理、リスク評価機関としての役割を強めなきゃいかんと思います。だからこれに関する食品安全委員会についての改正案も出しております。それはまあ基本的にあまり長くなるのでやめますが、今の食品安全科学的な部門の科学的な分析をする上に運用委員会を設置をして、そこには消費者団体への代表の人なんかも入ってもらって、積極的にこれははっきりリスク評価すべきだというのは自ら調査してやっていくというふうな方向に変えていかなければいけない。